はい、今回はですね、ジュゼッペ・ヴェルディのお話をしてみたいと思います。ジュゼッペ・ヴェルディって言ったら、作曲家なんですよね。作曲家なんですけども、ダリオ・アルジェントとはですね、切っても切れない、関係にありますので、その辺についてですね、今回は特に音楽面ですよね。オペラというのはね、ダリオ・アルジェントはオペラ座地の喝采であるとか、オペラ座の怪人とかですね、そういったものを撮ってますしですね、インフェルノですよね。インフェルノでは、オペラがこうかなりね、音楽の中心になってましたよね。キース・エマーソンのオリジナル曲もですね、ヴェルディの曲をモチーフにした作品とかですね、そういったものがありますので、今回はですね、ダリオ・アルジェントの中でもですね、オペラというところで、ジュゼッペ・ヴェルディの生涯という形でですね、ちょっとアルジェントそのものとは少し切り離した話になりますけれども、どんな人物でですね、どういったことをやっていたのか、どのぐらいね、儲けていたのかとかですね、そういった経済面も含めてですね、お話ししてみたいと思います。かなりね、やり手の作曲家だったということで、誠実な人間であったと同時にですね、お金もですね、かなり稼ぐことができたというところですね。経済面とですね、どういう形で社会奉仕をしたかとかですね、ちょっとそういういい面もね、含めてヴェルディですね、なぜダリオ・アルジェントがこのヴェルディですよね、ヴェルディの音楽をですね、映画でこう使っていくように至ってるのか、そういった意味とかね、意味付けであるとかですね、どうしてこうダリオ・アルジェントはこうヴェルディの曲が好きなのかとかね、そんなところをね、少し考えるヒントにしていただければと思います。ということで早速入っていきたいと思いますが、ジュゼッペ・ヴェルディというのは、1813年、生まれてですね、1901年にお亡くなりになったということですよね。なかなかね、この当時の人物としてはですね、長生きの方ではなかったかなと思います。ということで、まずダリオ・アルジェントの関係とですね、ジュゼッペ・ヴェルディとの関係をお話ししておきたいんですけども、ちょうど1980年のインフェルノですよね、魔女物の第2作ということになりますけど、あそこはですね、音楽自体はキース・エマーソンがオリジナルを書いてるわけですけども、例えば音楽な大学で流れる音であるとかですね、そのキース・エマーソンがね、タクシーで流れる曲であるとか、オリジナルで作ってますけども、それもですね、ジュゼッペ・ヴェルディの「ナブッコ」という曲があるんですけれども、ナブッコのですね、合奏曲の合唱曲のところをですね、モチーフにして使っていますし、音楽大学でですね、流れる曲もですね、ナブッコの曲ですね、すごくね、有名な曲ですね、タンタタンタンタタタタタタっていう曲がありますけど、あれをですね、使っているということで、このヴェルディはこのナブッコがね、少しかなり有名な作家だと思いますけれども、こればっかりではなくてですね、いろんなすごくね、著名な、かつね、素晴らしい曲たくさん書いてますので、その辺をですね、ちょっと後の方でね、お話ししてみたいと思います。ということで、生まれのお話からまずいきたいんですけれども、どこで生まれたかということですけど、1813年ですね。これイタリア北部なんですね。イタリアってこう長くてですね、北の方もありますし、南の方もありますけど、北の方がね、どちらかというとこう経済水準だとか生活水準が高めでですね、南に行くほどこう少しね、貧しくなるというのがね、昔からのことで、南北問題とかって呼ばれてますけど、北部ですね、ダリオ・アルジェントの好きなトリノとかね、ミラノとかね、特にトリノなんてね、ダリオ・アルジェントこう何度もロケしてますけども、北部ですよね、どちらかというと街が綺麗って言いますかね、そんなところですが、イタリア北部はブッセートというところがあります。そこの近郊のですね、でロンコーレという村で、長子ということでね、生まれたということになりますね。ということで、この時ね、北イタリアで生まれました。で、どの時か、音楽ってね、なかなかね、こう才能というものが結構重視されたりしてですね、子供の時からね、音楽ができるということでね、よくピアノとかね、楽器なんていうのは早いうちにやった方がいいということをね、よく言われますけども、このヴェルディもですね、やっぱりこうね、幼少時から音楽の才能を示したということで、やっぱりこう英才教育ですよね。こういったものはね、特にクラシックといいますかね、この頃のね、オペラなんていうのはね、こう音感とかね、そういったものって、なかなかこう身につくのが大変ですしですね、生まれ持ったものって結構あると思いますので、幼少時からこうやっぱり筋がいいんですよね。筋がいいということで、音楽の才能を示しましたよということで、この当時のね、ことからすると、町の有力者の支援を受けて音楽を学ぶということで、やっぱりお金ね、教育ってかかりますけれども、やっぱりこう、有力者というのはね、こう育てると言いますかね、こう、平等に育てるというのもありますけど、どちらかというと、こうね、天才と言いますかね、こう、すごくキラッとしてる、エリートと言いますかね、音楽のエリートというのに、町の名士、有力者であればね、そこを育てていくという形でですよね。今でも奨学金制度というかね、貸与奨学金ではなくてね、ちゃんとこう優秀な人にお金を与えるという、奨学金制度ってありますけど、まさにですね、町の有力者の支援を受けて音楽を学ぶということで、今でもね、音楽ってこうお金かかりますけどね、そういったことからすると、
まあ、音楽を学ぶのもね、お金が貧しいとなかなかできないんですけども、こういうね、支援を受ける、支援をね、与える人がいてこそね、こう才能も開いていくということになると思いますよね。ということで、有力者の支援でこう勉強していくわけですよね。やっぱこう磨かれていくということですよね。で、そういった中でですね、まあ、22歳、20歳過ぎてですね、22歳で有力者の娘さんと結婚するということになります。ということで、まあ、ここで、まあ、これゴールというわけではなくて、ね、これからなんですよね。これからね、ヴェルディの人生というのが始まっていくわけですけれども、まあ、25歳でですね、妻子と共にミラノに行くということで、ミラノね、ということで、まあ、ミラノというとね、やっぱりこう大都会ということになりますので、そこでこうね、一旗稼ごうというかね、北のミラノ、まあ、南というかね、まあ、ローマというのがありますけど、ローマってどちらかというと古都ですよね。それに対してこうミラノっていうとね、どちらかというとこう洗練された形といいますね、本当にこう経済の都会というような感じがしますのでね、その当時からそういった感じがあって、ミラノに行きますよと。で、26歳でですね、デビューをすると、作曲家としてデビューしてですね、オペラですよね、オペラを書いていくということで、デビュー作のオペラ、オベルトがですね、これは大成功するということになるわけですよね、オベルトね。で、どういう形で成功したかというと、で、ちょっとやそっとの成功ではなくてですね、ミラノのスカラ座ってこう有名なとこありますよね。ということで、このミラノのスカラ座でこう取り上げられた、いきなりですよ、本当にこう、なんでしょうね、本当にこう、新人が、まあ、分かりやすく言うとね、カーネギーホールとかって多分有名なとこありますけどね、そういったところでボンとデビューできるとかね、まあ、日本だとどこだかってちょっと分かりませんけど、本当武道館とかそんな感じでしょうかね。いきなりね、デビュー曲といいますかね、それからの、まあ、クラシックだからね、武道館っていうのとちょっと違うかもしれませんけどね、ポピュラーであればね、武道館みたいなところでデビューするとかって、まあ、すごいですよね。そんな形で、まあ、ミラノのスカラ座で取り上げられたということで、まあ、そこでですね、まあ、最初のね、作曲料といいますか、作曲報酬をね、もうそこそこあったんですけども、なんかいきなりですね、2年で3作品を書くという契約ですよね。で、2年で3作品、1作あたり400万円の作曲料が与えられるというオファーをね、結ぶことができたということですね。この成功によってですね、要するに、2年で3作ですから、こうね、少なくとも1年で2作書けばそれだけでも800万になりますよね、という形で、まあ、なかなかね、作曲料としてはなかなかいい感じではないかなと思います。まあ、こういった複数年契約といいますかね、3作品というのはもうすでにね、だからこう出来上がる前から契約で、こういう形が結ぶことができたということで、まあ、400万円、4000リラを400万円というふうに換算してますね。今回はね、のリラをね、まあ、10分の1の円という形で、まあ、微妙にね、違う、通貨単位変わりますけど、400万円、分かりやすいので、ね、400万円にしておきますけど、オファーを受けるということになりました、ということですね。で、その後でですね、ただね、いいことばっかり続くわけではなくて、やはりこう人生ね、山あり谷ありという形になりますけども、その後なんですよね。やっぱりこうね、昔ですからね、医療体制なんかもね、良くなかったりしますので、まあ、相次いでね、子供は、子供にも恵まれてとはいたんですけど、相次いで子供を亡くすというようなことがあってですね、結婚4年後ですよね。4年後には、まあ、最終的にこの奥さんもですね、病死してしまうということでね、まあ、ちょっとやっぱりね、家庭においてはですね、少しこうね、不幸が続くということになりますね。ということです。で、こういった形でね、第1作のオベルトは成功したんですけども、第2作ですね、第2作はうまくいかなくてもう失敗ということでですね、あまり評価されないというのと、まあ、お客様が入らないということですかね、ということになるわけですね。で、そんな中でですね、失敗してこう失意のまま終わってしまうということではなくてですね、やっぱりこう頑張るわけですね。まあ、契約もありますしね。そういった中でですね、28歳ですね、まあ、まだ、現代の人から見ればまだ若いというかな、そんなことだと思いますけど、28歳の第3作、これがナブッコなんですね。ということで、インフェルノでも使われてますし、こうね、なんか聞くところによるとね、第2国家っていうかね、まあ、イタリアのね、国家っていうのはありますけど、本当にね、国家に準ずられるようなね、曲ということで、まあ、ナブッコですね、これが大成功するということですね。まあ、知ってますもんね、インフェルノ知ってるってね、このナブッコ知らない人もいないと思いますけど、そんな形で次々とオファーが来るようになってくるということで、まあ、本当にね、大成功ですよね。本当に順調ですよね、順調な生活を送っていくということです。で、その後でですね、まあ、こういった中でね、やっぱり妻子がね、亡くなられたということでね、そのままでこうね、一生過ごすわけではなくて、35歳ぐらいになってですね、まあ、後にですね、ヴェルディの5歳となる、ジュゼッピーナという女性とパリで同棲生活を始めるということになります。やっぱりね、パリですよね。ということで、パリへ、まあ、オペラといえばね、オペラ座の怪人なんかもそうですけど、パリですよね。ということで、同棲生活を始めますよということです。で、こういった形でですね、まあ、
ベルディというのはね、どちらかというとこう芸術家肌ではあるんですけども、やっぱりね、著作権ですよね。やっぱりこう作曲家っていうとこうね、まあ、歌手と違ってですね、こう書いたものの権利ですよね。そこを守っていかなきゃいけないということがあって、まあ、今で言えば普通のね、著作権ですけど、昔はですね、これやっぱり音楽出版社に売ってですね、まあ、そこで終わってしまうというね、要するに売り切りみたいなことがあるわけですよね。映画なんかでもそうなんですけども、著作権とかね、要するにこうずっとね、こう書いたものについてずっと権利を持てるかどうかというのがやっぱりこう重要になってくるんですよね。そうしないとですね、こうずっとこう働き続けなきゃいけないじゃないですか。書いたものをね、どんどんこう著作権がないということになりますとね、常にこう働き続けてですね、こういつまで経っても終わんないですよね。稼ぎ続ける。まあ、いわゆるこうサラリーマンとかの同じでですね、働く、まあ、労働したそのね、労働分だけお金が入ってきて、こうね、働けなくなるとそのまま終わってしまうというか、お金が入らなくなるということに対してですね、まあ、権利だとかね、土地だとか投資とかもそうですけども、そういったものであればね、お金を生むみたいなことになりますけど、まさにですね、この37歳の時にベルディが考えたのがですね、その著作権の、きちっとね、権利をもう持とうということになったんですけども、まあ、初演からどういうふうにやったかというと、まあ、初演から10年間ですね、まあ、上演料というのをもらうことにしたということで、まあ、楽譜レンタル料の30%、そして楽譜の売り上げですね、まあ、国外を含んで楽譜の売り上げのまあ40%という契約をこのリコルディというね、イタリアの会社と結ぶことができたということです。まあ、したがってですね、要するに書いたものが売り切りではなくて、この自分で書いたね、楽譜が売れるたびにですね、権利料という形で、まあ、楽譜レンタル料であれば30%、売り上げであれば40%をこうベルディが受け取ることができるということでね、まあ、今で言うとね、この印税みたい、印税ですよね、まさにね、そういう形でですね、得ることができる。まあ、これが何がいいかというと、こう例えばこう、曲を書けないとかね、そういった場合でも、もしくはね、曲を書いた場合であっても、これ、要するにこう著作権が切れるまではね、ずっとですね、お金を受け取り続けることができるということになりますよね。ですね、ですので、そうすると精神的にも楽ですし、まあ、経済的にもね、お金が入ってくるということで、一括でボンと導入、売却してしまってね、こう常にこう働き続けるんではなくて、その権利でね、権利収入というのがあるというのはね、すごくいいですよね。ですのでね、例えば、なんかこう資産家であるとかね、まあ、土地を持ってるとかね、そういったものでやっぱりこう憧れっていうのはあると思うんですけど、まさにね、そういう形でですね、音楽を書くだけではなくてですね、そういった経済的基盤というのもきちっとですね、考えていったのがこのベルディですね、ジュゼッペ・ベルディだったわけですよね。というところがね、まあ一つね、この、まあビジネスマンと言いますかね、投資家と言いますかね、そういったところの側面もね、ジュゼッペ・ベルディはあるということが、まあ一つね、別の面でいいところなんですね。お金が稼ぐのが決して悪いことではなくて、そういったことでね、後でお話ししますけど、それがですね、すごくいい方向に出てるんですよね。ということで、この37歳でこういうね、契約を結びますけど、38歳ですね、農地ですよね、いよいよですね、ジュゼッペ・ベルギー、土地をずっと買ってたわけですよね。ということで、まあ、農地を購入していたわけですけども、そこのですね、ウィラノバ・ダルダというところの近くのですね、サンターガタというところに移住をします。したがってですね、ちょっとね、田舎に行ってですね、38歳、まだ若いですけどね、その頃から、こう、なんていうかな、要するにお金も定期的に入ってくると、書かなく、曲を書かなくてもですね、今までのこうね、権利収入が入ってくるというのから、なかなかこう作曲家っていうのとかね、作家とか、いわゆる著作権ビジネスをやってるね、その原著作者っていうのはこういったところでね、稼げるようになるというか、ね、定期的な収入が入るというのは、まあ、すごくね、強みなわけですけども、まあ、そんなような形でですね、安定した収入のもとでですね、こう才能をね、遺憾なく発揮していくということができるようになったということです。で、ベルディ、面白いのはね、国会議員もやってるんですよね。国会議員って、まあ、今ね、日本でもね、なんかこうタレント議員とかなんとかって言いますしね、いますけども、そうではなくてね、頼み込まれて、まあ、いやいやというわけではないんでしょうけども、やっぱり正義感と言いますかね、そういったことで国会議員もやったことがあるということでね、まあ、それだけこう、ね、人物としてね、優れていたんではないかなということになると思いますけどね、そんな形で国会議員もやった作曲家であるということです。で、少しですね、今回作曲報酬、いかにね、お金をね、稼いでいくことができたか、どれだけこう収入が伸びたかということをね、このベルディ、どのぐらいお金を儲けることができたかというところを少しお話ししておきたいんです。最初はなんかオルガン奏者をやってた時はですね、もう全然年間でですね、本当に10万とかですね、要するに年俸10万ですよ。そんなぐらいのね、時でもあったんですけども、やっぱりね、こう才能と言いますかね、こうあれよあれよという間にね、こう契約の金額も増えていったということになります。で、まず、26歳のね、オベルト、デビュー作ですよね。この時はですね、100万円、作曲報酬が100万円だったんですね。それでも、
新人にしてはすごいかと思いますけど、まあオペラってね、普通の曲と違ってやっぱりこういろいろたくさん長いですしね、いろんなもの角度でね、100万ぐらい欲しいところですよね。そんな形でね。で、100万だったらね、28歳のね、ナブッコですよね、第3作ですね。そこの時は400万円ということで、3作で、あれですよね、400万というね、1作400万という契約を結ぶことができたということで、まあ、ナブッコはね、当時ね、だから4000リラですね、400万円になりました。で、その後ですね、結構こうボンボン上がっていってですね、まあ、29歳のイ・ロンバルディという作品ですけど、こちら800万円ですよね、800万円の作曲報酬があったということです。で、30歳のエル・ナーニという時、作品ではですね、1200万円に上がりますということで、このね、オペラの全体でですね、1200万円の作曲報酬が入ったということになります。で、その後ですね、まあ、10年、もう49歳、もうね、油の乗り切ってる、こうね、大ベテランですよね。その頃になって、運命の力という曲があります。この時は7000万円ですね、作曲報酬が7000万円になりました。で、その後ですね、まあ、有名ですね、56歳の時書いたのが、アイーダですね。これ、アイーダというね、名前をこうね、すごく有名だと思いますけど、アイーダの作曲料が1億5000万円に、ですね、1億5000万円の作曲報酬、まあ、日本円にしてですよね、というところまで行きましたよということで、まあ、なかなかね、こうなってくると、なかなか、なんですかね、要するにお金といいますかね、作曲家としても大ベテランですし、お金も入ってくるというかね、そういった今で言えばね、1億5000万円もね、これだけの傑作に対して1億5000万円だけなのかとかね、そういったことがあるかもしれませんけど、まあ、その当時からすればね、そんなぐらいが、まあ、妥当だったんではないかなということですよね。まあ、かなりね、高額の方では位置するんではないかなと思います。ということでですね、まあ、こんな中でですね、まあ、かなりお金を儲けることができていたというのがこのヴェルディなんですけども、まあ、これをね、浪費するとかというわけではなくてですね、やっぱりこうね、やっぱりこう使い方というのがね、やっぱりこの先見の明というかね、すごく私的にはすごくね、すごい人物だなと思うんですけども、この巨額な収入をですね、何やったかというと、飲み食いに使ったわけじゃなくて、土地購入に当てたんです。要するに資産の購入に次々と当てていたということです。今で言えば株を買うとかね、土地を買うとかっていうのはあると思いますけど、要するにこう、なんですかね、この不動産ですね、不動産に当てていったということで、まあ、要するにそこからお金が上がってきますよね、土地を買えばね。ということで、巨額な、土地をですね、土地購入に当ててて、最終的に670ヘクタール、200万坪強ですかね、そのぐらいまで膨らんだということで、まあ、コツコツとですね、ちょっとずつ土地を購入する資金に当てていたってことなんですよね。こう、だから浪費するというよりも、なんですかね、いわゆる費用としてこう使ってしまうんではなくて、要するにね、資産をこう形成していったというのが、このヴェルディのすごいところですね。で、まあ、そういった形の土地を田舎に所有して、まあ、その後ね、まあ、老後のことも考えていたと思うんですけど、まあ、農業にも従事していたということで、雇用する中で200人を雇用してたというですね、だから自分だけではね、こう、これだけの土地をね、維持管理することもできませんし、ね、そこから収益を上げることもできませんしね。ということで、まあ、そこで収益を上げていたということで、まあ、本当にね、それだと作曲をね、やらなくてもですね、お金が入ってくるというような、こう、それだけの体制になったということですね。で、ここで偉いのは、これ、お金を独り占めしたわけではなくてですね、音楽家のためにですね、まあ、この、老人ホームですよね、ミラノにですね、憩いの家という、まあ、老人ホームをですね、ミラノにこう建設してですね、病院を建てるというところまで行きました。要するに、こう、音楽家ね、老人ホームですね。で、これもですね、目立たないようにということで、このヴェルディが死んでからね、老人ホームへの入居が始まったということで、要するに偽善とかね、売名とかって、まあ、売名をやる必要もないんでしょうけども、ちょっとね、やっぱりこれ、亡くなってからね、こういった寄贈っていうことが、やっぱり本当だと思うんですよね。要するにね、そういった形で死んでからね、入居が始まって、このヴェルディがね、建てた、老人ホームは今でもですね、これもう1901年にお亡くなりになってますけども、要するに100年、120年ですかね、今だとね、120年経ってますけど、お亡くなりになってから。今でもこれ稼働してるというかな、そんなようなことを聞いてますよね。ということでですね、まあ、その後、遺言といいますかね、遺言を残されてるんですけども、ヴェルディですね、この、たくさんね、お金を稼ぐことができて、こう、遺産もあるわけですけど、まあ、この遺産をね、どうやって使ったかということなんですけども、聴覚障害者であるとかですね、視覚障害者ですね、特に音楽ですよね、聴覚障害者というと、音が聞こえない、視覚障害者はね、目が見えないということで、やっぱりこれ、ね、音楽というとね、特に聴覚障害者ってね、音楽、音が聞こえないってすごく重要なことですけども、そういった人だとか、あと、まあ、いわゆるクル病という、骨軟化症っていうんですかね、こう骨がね、柔らかくなってしまうというかね、脆くなってしまう病気の患者さん。ですね、そういった人たちに、まあ、遺産を分配していくということを
遺言で残されたということです。で、遺産はですね、最終的にどのぐらい残ってたかということなんですけど、まあ、今の日本円でいうとですね、約70億5000万円だということです。まあ、すごい金額ですよね、70億。これ個人の、ね、遺産ですからね、これ会社が持ってるとかではなくて、ベルディ自体のですね、遺産として70億5000万円を残されたということでですね、まあ、こういった形でやりました。でですね、この憩いの家なんですが、老人ホームはね、どうやって運営されてたかということなんですけど、やっぱりここの著作権が効いてくるんですね。著作権で、こうね、死後、一定の期間はですね、著作権残りますから、著作権が切れるまでは、いわゆるベルディのね、書いた曲のですね、まあ、作曲の印税ですよね、そこをですね、この1階の老人ホームのね、運営資金に充てていたということになります。で、まあ、ただね、著作権って切れますので、まあ、その後はですね、パヴァロッティですね、イタリアで言うとパヴァロッティであるとか、マリア・カラスなどがこう寄付をすることによってですね、まあ、対価ですよね、まあ、そういったオペラ関係のね、対価をはじめとして、寄付を募ることによってですね、この、老人ホームは今でもですね、運営されているということですよね。ということでね、本当にこう、例えばこう発明のね、ダイナマイトの世界では、ノーベル賞というノーベルってありますけどね、ベルディの場合はね、やっぱりこういった形でお金を稼ぐということで、こう、社会貢献だったりね、社会に奉仕するためのこう、財源を作っていたというね、方なんですよね。ということからするとね、やっぱりこう浪費するんではなくてね、なんかね、いろいろとこうね、自分でやったことですよね。だからこう、なんていうかな、要するにこう、作曲家であってですね、素晴らしい作品ですよね。を書くだけではなくてですね、まあそこはそこでね、すごく評価されるんですけど、その裏ですよね。例えばこう、お金をね、残し、なおかつこうコツコツとこう、土地を買っていて、こう、資産形成をしてですね、そこからこうね、お金が上がってくるので、こう、人を雇用することもできてね、雇用も拡大することができて、そこからですね、お金が上がってくると。そしたらね、死んでからもですね、まあ、老人ホームの、なんですかね、運営資金をそこからね、作曲印税で当たうことができるという形ですね。まあ要するにだから自分が生きててね、贅沢するということ だけではなくてですね、むしろね、死んでからもね、いろいろな人たちにですね、幸せといいますかね、そういった福祉に役立てようというね、まあ、そういうことがあったということなんですよね。ということでですね、まあ、ちょっと今回ね、ジュゼッペ・ベルディのお話ね、をさせていただきましたけど、なんでね、こうやっぱりこうイタリアにおいてですね、このダリオ・アルジェントもそうなんですけど、このベルディがね、すごく誇りに思われてるかというね、そういった一端をね、ちょっと感じていただければと思います。はい、ということでですね、今回ちょっと映画とはちょっと無関係な話ではあったんですけれども、やはりこうね、イタリア人であるね、ダリオ・アルジェントの映画にね、こういったものが切り離せませんので、まあ、その辺のところをですね、少し知っていただくということでですね、お話をさせていただきました。はい。ということでね、今回は以上ということにさせていただきたいと思います。